オメガ・レディース。1970年代、アンティーク、10KWGF。CAL485、手巻き。今回ご紹介するのは、オメガのレディース、手巻き時計。アーモンド型のアンティークモデルです。一生ものの耐久性を有するムーブメント、CAL485 を搭載しています。文字盤はサンバースト仕上げのシルバーカラー。細身のアップライトインデックスとブラックのペンシルハンドの組み合わせ。二針のシンプルで上質な風貌です。10KWGF ケースはアールデコフォルム。ラグにエングレービング加工を施したラグジュアリーなデザインです。時計に合わせた社外ブルーベルトを装着した時計でありながら、腕元を飾るファッションの一部として身につけることができる一品。オメガの風格と女性らしさを兼ね備えた大人の女性にふさわしいヴィンテージオメガです。オメガ。1848年、ルイ・ブランによってスイスのラショード・フォンで設立されたオメガ。究極の時計という自負から、ギリシャ語の最終文字オメガをブランド名とし、創業から160年以上もの長い歴史の中で数多くの優れた業績を残してきた名門です。操作方法。ケースサイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。サイズ。ケース径は約 15mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 30mm、 厚さ約 7mm、 風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。